やあ、画廊伝説の BK キャラ、アンディだよ。よっしゃ、ワイガ流行の剣の BK キャラ、誇り高きヤングタイガーことロバート・ガルシア様や。右京さんや。サムライスピリッツの BK キャラ、立花右京さんだね。で、続けたかったんですけども、声がね、中途半端にしか、似てなかったのでね、このまま、実況していこうかなと思うんですが、正直ね、画廊伝説は3からしかやってないので、全く思い出がないんですよね。友達がね、ネオジオランド、ネオジオのゲームセンターだったかな、続けてたのでね、それを後ろで見てたっていうのはあるんですけど、当時確か100円で2プレイとかをやってましたね。だから、友達は本当に熱心にプレイしてましたね。私は当時は、スト2の方がいいからっていうんで、そっちにお金をかけてましたね。まあ他の会社の、ね、ゲームのことを言ったりしてもしょうがないんですけどもね。まあ話を元に戻すとですね、画廊伝説の1ですね、1ですね、話を戻すとして、攻略動画とか見てみたんですけども、ダウンしたら突進系の技でね倒せばいいっていうふうに書いてあったんで、それを狙ってやっております。またね、本当にイージーモードでしかできないですからね。この当時のゲームっていうのは本当になんか難しかったですね。コマンドの受付がシビアでしたね。なので本当にうまくいかないですね。そのままの一生なので、新機種はね、プレイステーション2になっています。途中でね、負けたりもしてますが、そこは編集して行っております。本気でね、実況を続けたかったんですけども、本当に思い出がないのでね、このまま、静かに行こうかなと思います。ではね、ゆっくりと、ゆっくりじゃないな、なかなかですね、なりますけど、ご覧ください。Thank you.
Thank you.
Bang!
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイム。